つい1週間前の話。少し前から俺は出会い系アプリにハマっていて、いろんな女の子と遊んだり飲んだりうまくいった時はホテルへ、なんてことを繰り返していた。A 子と会うことになったのもそんな時だった。A 子の第一印象はかなりの美人。はっきり言ってドストライクの女の子だった。会話も盛り上がり、初めて会ったとは思えないくらい楽しめたし、途中からは彼女になってくれたらいいな、なんて思い始めたくらいだ。時間を忘れて楽しんでいるとだいぶ時間が経っていたようで、そろそろ終電を気にし始めた頃だった。正直このまま一緒に朝まで、なんてことを考えないわけではなかったが、なんとしてもこのことは今後も長い付き合いをしたいと考えていたため、紳士を装い、そろそろ終電だねー、駅まで送ろうか?なんて言葉を彼女に投げかけた。すると、もう少し飲みたいなー。私の家この近くだから飲み直さない?と世の男たちが女の子との飲み会で一番欲しいであろう回答が返ってきた。え?いいのこんな時間から?有頂天の俺はなるべく平静を装い言った。全然大丈夫。私一人暮らしだし。100点満点の回答だった。ここまで来たら善は急げだ。早々に会計を済ませ俺たちは店を後にして、コンビニで酒やつまみを買ってタクシーで彼女の家に向かった。もちろんコンドームは常時カバンに入れてあったので問題なしだ。彼女のマンションはわりかし今時のおしゃれな作りのもので、いいとこ住んでるなぁ、とのんきに思っていた。彼女の部屋に入るまでは、彼女の部屋はいわゆる片付けられない人の部屋。その中でもかなりひどい部類だった。玄関には靴やら傘やらが重ねてあり、部屋の中もコンビニ弁当の空箱やペットボトルのゴミだらけ。さらにその下にはカバンやら服やらが敷き詰められるように散乱していた。彼女は別段気にする様子もなく、ガーと手でゴミを分けて場所を作ると、そこにコンビニで買ってきた袋を置き、さ、飲もうか?と俺に言ってきた。俺も内心引きつつも酔っ払っていたこともあり、とりあえず飲み始めることに。やはり会話は楽しくとても盛り上がるのだが、時折強い香水の匂いに混じってくる据えた匂いを感じるたびに、なんでこんな普通で可愛いこの部屋がこんなに汚いんだろう、と思っていた。1、2時間くらいすると俺も彼女も相当酔っ払い、どっちからともなくそういう雰囲気になり、ゴミの中だったが性欲には逆らえずにその場でことに及んでしまった。場所は問題だったが、こんな可愛い子とその日のうちにここまでの関係に慣れて、彼女になれるのかな、なんて考えていた。部屋は問題とはいえ、あの最中も彼女は積極的で体の相性も抜群だし正直最高だったので、ぜひとも長い付き合いをしたいと考えていた。しかしそこからだ。急に彼女の態度が変わっていった。それまで普通に話していたのに、後ろを向いてピコピコ携帯をいじり出し、全く俺に話しかけてこなくなった。どうかしたの?と話しかけても、別に、と一言だけ。さっきまであんなにラブラブで盛り上がっていた彼女はどこに?というくらいの素っ気なさだ。急に居心地の悪さを感じた俺はシャワー借りてもいいかな?と問いかけた。すると彼女は、シャワー壊れてるから、と言ったきりまたしても黙り込んでしまった。内心、風呂どうしてんだよと思いながら、そっか、したらトイレ借りるね。と言い彼女が無言でうなずくのを確認した後トイレに向かった。彼女の家のトイレはバスタブと繋がってるユニットバスタイプだったんだが、ここもまたひどい荒れようで、かろうじて小便ができる程度のスペース以外は得体の知れないゴミなどが散乱していて、ひどい匂いが漂っていた。バスタブの中にまでゴミで埋まっていて、小屋壊れているわけじゃなくてゴミで使えないだけだろ、と心の中で毒づいた。小便をしながらこの後どうしようかなー、と考えていた時だった。視界の端に違和感を感じた。違和感というか、あってはいけないものがあるように見えた。
ちょうどバスタブと床の接地面のところに、小さい手のようなものがゴミの隙間から飛び出しているように見えたのだ。え？かがんで近くで見るとそれはかなり小さく、黒茶色でカピカピに乾燥していた。目を凝らして見てみると、確かに爪のようなものがあった。ひぃ。それ以上それを見る勇気はなかった。俺は彼女に、ごめん用事ができた、とだけ言って逃げ出すように部屋を飛び出た。彼女は特に何の反応も示すこともなく、こちらに見向きもせず携帯をいじっていた。さすがにもう彼女に連絡する気はもう起きなかったが、その日から毎日悪夢を見るようになった。黒い泥水のようなものが入ったお風呂の中から赤ちゃんの声が聞こえてきて、どんどん声が大きくなり、声の大きさがピークに達したところで目が覚めるのだ。俺の考えすぎなのか、もう同じ夢を一週間見続けている。正直オチもないんだが、お祓いやなんかのつてもないし、さすがに精神的に参ってきた。なあ、あれは赤ちゃんじゃないよな？